さっきね、車で軽トラで30分吹っ飛ばして知り合いの有機農家さんのところで米ぬかもらってきました。お米とリンゴをやってる有機農家さん、有機雑誌取ってるはず、その農家さんのところ行って米ぬかいただいてきました。でこれ何に使うかっていうと、畑の、微生物を活性化させる起爆剤、まあ、栄養剤みたいな感じで使います。肥料として使うっていうよりも畑の中の微生物のご飯としてあげる。その微生物の働きによって俺は、作物を育ててるんで、植物にあげるんじゃなくて微生物にあげて、で微生物に頑張ってもらって土を作ってもらって野菜が育って俺はもらうっていう形なんで、微生物たちにボーナスをねあげます毎年。で大体、1000平米 10R 一旦あたり100キロぐらいでいいです。普通の農家さんだと、一旦に10キロの窒素が必要、米ぬかは 2% が窒素だったはずなんで、1トン入れようって1トン入れるんだけども、それ多すぎ。自然農法においては杉たるは及ばざるが如し、これが肝になるんで重要。本当に多すぎる窒素肥料は、虫を呼ぶし病気を呼ぶ。だから少なくして、少なくしてギリギリのところを攻めて栽培するのね。米ぬかも同じ、これ栄養素が多いし油も多いんで、多く入れない、多く入れれば虫と病気の原因になるんで、前も喋った通り病気ってのは、あと害虫、病害虫っていうのは人間の間違いを教えてくれる先生、米ぬか入れすぎたってことを教えてくれてるんだけども、それ気づかない人はいつまでも気づかないのね。だから俺はまああまり言わないけどね、年上の60、70のおじいちゃんにさすが偉そうに喋らないけれども、この YouTube でだけ話するという話ね。でどう使うか、まず一つ気をつけてほしいのは、畑の土の中には入れない。入れるんだったら1ヶ月前に撒いてトラクターで耕して、で1ヶ月時間を置く。その間に分解されて有害なガスとか出ないんで、そのやり方だったらそれがおすすめ。もし土の中に入れたいんであれば、まあ本当に今言ったね1ヶ月前、そして雪が降らない地域、南の方であれば、あの冬の間に米ぬかを撒いたりしておいて春に打つ、まあ、冬にも耕せると思うんで冬に耕しておくとか、それを繰り返すことで土は肥えてくるんで。じゃあこの青森はどうするかって言ったら、春一番に巻いて早く耕す。でもう一つ、これ一番おすすめ、前から、話してるけれども、畝と畝の間の通路にみんな草置いてほしいって俺喋ったけれども、その草を置いた上にざっと巻いてほしい。そうすると被覆した草、これのところで微生物が集まって活性化して、その草も一緒に分解してくれるの。早く分解して早く土に戻ってくれるんで、とてもグッド。だもし堆肥を作ってる人いたら、堆肥の中に混ぜてもいい。堆肥の中の微生物を活性化させて堆肥も早くできるんで、米ぬかっていろいろ使えるので、ほんと使い道がいっぱいあって、でさらにまたあるのよ、野菜の葉っぱの表面、葉面、微生物っていうのがいて、これを活性化させることによって、カビとかウイルスの病気から守ってくれるんだという話があって、それ確かにあるのよ。だから本当に薄くね、厚く巻くと光合成邪魔するから、薄く葉っぱに巻いてあげるの。そうすると病気にも負けない、虫にも負けない、そういう栽培ができるんで、病気から身を守るために使えると。米ぬかはとてもすごく万能な農業資材なんで、そして米ぬかって俺ら食べても大丈夫なんで、我々が食べて大丈夫なものは使っていいっていうのが俺のルールなんで、ね、俺普段玄米食ってるんだから、その玄米の表面だから OK。 これを使ってやってもらえると、おそらく畑はどんどん豊かになっていくんで、ただ入れすぎないように、多分家1軒分100坪ぐらいの庭だったらこんなにいらないね。大きめのスーパーのビニール袋、あれ一袋でも十分なぐらい、ちょこっと巻くだけでいいんで。でも表面に巻く分だったらちょっと多めでも大丈夫で、巻いたのにカビ生えても、そのカビの、出す、なんだろうね、
なんかこ、まあ、いいものがあるらしいのよ。そのカビの競争でまた植物を守ってくれるらしいんで、ちょっとカビ生えるぐらい巻いてもいいし、土が見えないぐらい巻く農家さんもいるんで、とりあえずこれは無限の可能性がある資材なんで、ちょっと使ってみてほしいなと思います。撮影終わってからさ、あの庭に巻いてたんだけどもね、米ぬかね、先見せなかったけどもね、こういう普通の、まあ、米ぬかだよね、見た感じは。ただ巻いてて思ったのが、匂いが違うのね。あのとさ、近所のコイン精米回って、あのポリバケツ今下にあるんだけど、45リットルのポリバケツにいただいて使ってたんだけども、それは要するに観光農法、普通の農薬と化学肥料を使ってる米ぬかだったんだけども、これは自然農法の、まあ多少使ってるかもしれないけれども、自然農法のもので、巻いて匂い嗅いだら違うのね。普通のやつは、まあ、米ぬかの匂いなんだけども、これなんつうんだろうね、美味しい、なんだろう、いい具合に発酵したチーズっていうか、うんうん、香ばしいというかさ、でふわふわしてて全然違うのね。あの大根が精米した後のコイン精米の取ってきたのと比べても全然違うのね。いや、こう違うんだろうなって、栽培方法で。世の中には栽培方法なんかで味変わらないっていう人いるけど、全然違うから。そういう人たちは何も試したことないし、食ったこともないから。でただそういう風な、ほら、自分たちがバカにされてると思って、あのそんな自然の方で味変わるわけじゃないじゃないかって言うんだけども、そんなことない。実際こう今匂い嗅いでみても全然違う。なんならちょっと食べてみるか。あの、まあ、普通の米ぬか食ったことないけど、これ甘い、すごく甘い。映ってた今ね。うん、すんごい甘い。あ、甘くてさ、なんだろう、ローストしたナッツみたいなさ、香ばしい香りもするし、うん、これはいけるわ。畑に巻くのももったいないなっていうぐらい、うん、うん、俺のルールは、まあ前も喋、この動画で喋ったかもしれないけれども、自分が食べれるものを畑に入れる、自分が食べられないものは入れないっていうルールがあるから。お酢ってさ、特定農薬になってて無農薬じゃなくなるんだけども、有機じゃしさ使えないとかあるんだけれども、お酢は俺食えるからいいと思うんだけど、そういう感じでね、米ぬかを今自分で食ったしね、そういうルールのもとに俺は何を入れるか入れないか、農薬は飲めない、化学肥料も食べれない、それは入れない、だけども米ぬかは食べれるから使うみたいなね、そういうルールでやってます。で、自然農法の米ぬか美味しかったです。もし手に入るようだったら自然農法の米ぬかね、あの使ってほしいなと思うけども、そうなかなかないから、まあ、観光農法の米ぬかでも、コイン精米の米ぬかでも大丈夫です。それが米ぬかを使った栽培おすすめします。その都度その都度またね、動画にしてね、説明していきますんで、チャンネル登録とかよろしくお願いします。